松尾寺駅は京都府舞鶴市屋座吉坂にある西日本旅客鉄道オバマ線の駅である。かつて日本板、ガラス舞鶴工場専用線が分岐していた金沢支社の管轄する駅としては最西端に位置する駅である。また金沢支社では唯一京都府内にある駅である。西隣の東舞鶴駅は 6.1km 離れており、オバマ線内では駅間距離が 最も長く、隣の駅までの運賃が、大人片道200円以上という事例も、小浜線内ではこの区間しかない。北陸を出かけ、パスの自由周遊区間は、隣の青号駅までであり、当駅は含まれない、西国33所、第29番札所の松尾寺にちなんだ駅名で、あるが、寺は、山の中原にあって、徒歩で、約50分ほどかかる。鶴ヶ方面に向かって、 右側に短式ホーム一面一線を持つ地上駅。鶴ヶ地域鉄道部が管理する無人駅であり、自動券売機などの営業機器は設置されていない。駅舎からホームへは階段を十数段上がる。かつて日本板、ガラスマイズル工場への専用側線があった頃は、3から6番線までの貨物線を有していた。急行、若狭が走っていた頃は、上下列車の交換が行われていたが、 1999年10月2日のダイヤ改正で駅での上下列車の交換がなくなり、閉塞区間分割の機能のみになった。その後、オバマ線で加工時の際に信号機や分岐器を撤去し、防線駅になった。同時にホームのかさ上げが行われた。トイレは駅舎の会議室使用時以外は使用不可となっている。駅舎は1922年の開業当初からのもので、 2008年3月31日に JR 西日本から舞鶴市に無償譲とされた。同年11月、舞鶴市は約1400万円をかけて駅舎を改修し、2009年4月12日に舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設として竣工した。駅舎は地元や舞鶴工業高等専門学校の関係者で作る NPO 法人、 駅舎とともに、いつまでも、が、指定管理者となった。2018年3月9日、文化審議会文化財文化会が東駅旧本屋を、登録有形文化財にする、洋文部科学大臣に答申官報告示を経て、登録有形文化財となった。日本板、ガラス舞鶴工場専用線の吉野トンネル、現在の歩道側に線路があった。 第二次世界大戦中の1943年12月21日、第三海軍火薬省鉄道側線が火薬省と松尾寺駅との間に付設された。この側線は戦後連合軍に接収され、その後、舞鶴市に譲渡された。1959年4月以降は、火薬省跡の臨海部に誘致された日本板、ガラス舞鶴工場専用線となり、 同工場の製品はこの側線を利用して、松尾寺駅から送り出されていた。ピーク時の1968年の松尾寺駅の貨物取扱量は、板ガラスだけでも20万3000トンに達し、福知山鉄道管理局間内で最大の貨物取扱駅であった。後に専用線は廃止され、廃線後は道路、または自転車歩行者専用道に転用されている、専用線にあった。 吉野トンネルは1996年に改修工事が行われ、1997年に竣工した。1日の平均乗車人員は以下の通りである。前日の通り、駅舎は舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設として利用されている。京都交通の松尾寺駅前停留所が、駅から250メートルの国道27号線上に設置されている。 西日本旅客鉄道オーバマ線東舞鶴駅、松尾寺駅青号駅、ありがとうございます。